本当は言霊鑑定で一番すごいのはこれなんですけど、でも大丈夫なんですけど、一番すごいのはこれなんです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。どういうことなんですか。これは五十音の波動の分析表で、オリジナルの鑑定法なんですね。でこの表を見たら、その人のお名前が、例えば愛ちゃんとかエリちゃんってこの火っていうエリアにしか名前がないんですよ。ああそういう人って火の特徴がすごく強くて、情熱的とか直感的なんですけど、もし愛ちゃんの彼氏が、こっちのシンジさんとかだったら、シンジって風のところにしかないから、すごい論理的なんですよ。そうすると自分は、人って自分の基準なので、論理的が普通だと思ってる人と、直感的が普通と思ってる人って会話が噛み合いにくいんですよ。なるほど、そうですね。そうすると、大事にしてることがお互い違うのねって分かるっていうのと、あと数値化してるので、どれぐらいその影響が強いか。で、真ん中が空で中央で、一番フラットで何にでもなれるんだけど、陰陽紙一重なので、何にでもなれるっていうことは自分がなくなってしまうっていうことでもあるので、なんか一概にどっちがいい悪いではなくて、個性がはっきりしてるから誰にでも合わせられるけど、自分がやりたいことが強く出てこないタイプかとかがすぐ分かるんです。あとこれ、あ、そう、7色になっているので、その同じ日でも何を大事にしてるかとかが違うっていう。7色、あ、そう、このチャクラに対応してるので、これを見ると名前の特性が一瞬で右脳派なのか左脳派なのか、行動派なのか思考派なのかが分かって、面白いです。